ばんは。こんばんは。ふさももちです。ありがとうございます。おでこ出しはもしや。はい、その通り、前髪をすることができませんでした。すいません。ごめんね。ちょっと、できなかったですね。花火、ありがとうございます。うん。なんか、もう、もは普通にしてたの。もは、まあ、これでいけるかなと思ってしてたんだけど、なんかママに、なんか前髪チリチリすぎんって言われて、やっぱそうって思ってやめました。はいです。もしかめんありがとうございます。じゃあそろそろね、前髪をねちゃんと美容院に行ってなんか取りなんか何と整えなきゃいけないんですけど、チリチリすぎる前髪も見たかったかも。あ、もうこんなのうね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 。花火ありがとうございます。そう、今日は2回目なんですけど、本日モーター2回目のショールームで、花火ありがとうございます。で、なんでもう1回やるのちょっとくどいなって思うかもしれないんですけど、そう、今日本当は8月27日、花火ありがとうございます。8月27日は本当は公演の日で、今日もっとあと30分後に始まる18時半から本当はチーム S 重ねたシャット公演だったんですけど、そう、コロナの関係でいろいろあって、なんとか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 なって、で公演がね今日中止になっちゃったので、公演をね見に来て、そう、見に来ようと思っていた方だったり、そう、公演をね見ようと思った方に向けてはい、行き落としてたですよね。そうだ、もうのファンの方にも、ファンの方の中にも、なんか東京から来るよとか、この愛知県の県外から来るよっていう方もいて、そう、あ、待って、もうのファンの方って、愛知県の方だけじゃなかったよなと思って、そう、ツイッター見たら、まだ新幹線乗る前でした、みたいな。そう、ツイッターのコメント、よかったです。よかったです、新幹線乗る前で。もう名古屋来てたらね、もうどうしようかと思って。ね、もう本当にもうがど、ね、会いに行こうかと思ったぐらいのね、花火ありがとうございます。体調には変わりない。あ、ももですか。この通りですこの通り、元気もりもりの、あふれ、もう元気があふれすぎるほどあふれ返っております見てわかるってももはとっても元気です。この通り会いに行けるアイドルじゃなくて会いに来るアイドルこの通りすぎるでしょタコさんがイカさんを思っちゃった。あなたの方、あなたじゃない、ギフトありがとうございます。ここここここ、何がいいかな、カモン、ありがとうございます。元気そうで何でしょもうとっても元気です。この通り急に大きな声出さないでイヤホン、ごめんごめん会いに来てくれる間、そうだよ。でもね、あとそう、今日の公演も本当に中止になっちゃって、そう、もう車で向かってたのでそうなんですよ、車で向かってたので、本当に連絡来て、え、待って待って待って、どうしようと思ってで帰ってきて、新幹線乗っちゃったって方もいたし、そう、本当に会いに行けるならもうが全然今からね、待ち合わせ場所行ってくれれば全然会いに行くんですけどそうね、だけどね、そんなこともできる状況じゃないですね。いいね、ありがとうございます。お出かけ中なんで書けますね。もう本当にツイッターで知らされる本当にもう15分前ぐらいに知ったばっかりだったから、ありがとう、ありがとうございますですね、びっくりしました。で、なんかいろいろね、メンバーが何人かねコロナにかかっちゃって、で公演もなんか当面の間中止します。当面っていつ当面っていつ、どんな面、
当面ってもしかして9月5日も入る可能性なきにしもあらずだよね、もしかして。もう一人でずっと思ってました。当面ってなんじゃと思ってね、当分の間しばらくっていう意味ね、ですよね。9月4日もね、だとね、いいんですけど、微妙に入るか入らないかってぐらいだよね。約2週間ぐらいだったら絶対入っちゃうよね。そうだから、もしかしたら生誕祭がね、あの中止になっちゃうかもしれないんですけど、そう、なんかツイッターにもあの生誕祭当たったよっていうね、の当落ももが書いてって言ったから、皆さんいっぱい書いてくれてて、そう嬉しかったんですけど、でみんな当たってもあるかなーっていう一言がね添えられててですね。そう、面接的に豊洲タメンバーだよね。ねえね、ももは元気なんだけどね。何回も言うんだけど、ももは元気なんだけど。そう、そうなので、今日最前席でしょ、あーなー、ここで最前で見て。ごめん、近すぎた。そうなんでね、あの生誕祭も、そう、もう普通にもうの素直な思いとしては、あの絶対にね、生誕祭はあの初めてお誕生日をねみんなと過ごせるあの日で、とっても楽しみにしてたんですけど、もしかしたらなくなるかもしれないです。え、もうこれ5日休園って、ちょちょ、もう一度言いますよ、公演休止って聞く、15歳になれんやん。でも中止になっちゃったの、絶対これ確定、もう絶対誰がどうだ、誰がどんな感じで誰がどう言っても確定。27日から9月5日の公演は休止、9月5日まで、それまで、じゃあもうあと1日遅く生まれてければいけた、9月5日まで、そんなことある、5日まで絶対、4日とかじゃない、間違ってない、公式に出ました、はい、あーいやいやいや、花火ありがとうございます。あらー、ちょっとお仕事中なんで行きますね。あらららら、え、それってさ、当落とかもさ、もう一回一からやり直しみたいな感じ、日にちがさ変わったら、もしかして同じね。ありがとう、ありがとうございます。花火ありがとうございます。え、ま、え、そう、やり直し、あら、あらららら、ら、ら、俺が知りたいですよね、ごめんなさい。だよね、払い戻しになってた、あらら。じゃあ当日はあの生誕祭はね、なくなっちゃってめちゃめちゃ悲しいんですけど、ね、生誕祭がない分、またまた劇場じゃない分、ももにはね、ショールームっていう一つのね、素敵な素敵なアプリ、みんなとね、触れ合える、ん、関われる唯一のアプリなので、そう、唯一の方法なんで、あのお誕生日もね、またお誕生日、本当は夜ショールーム公演だったからできない予定だったんですけど、もう公演が中止になるってなったら、もうね、お誕生日も何もなくなっちゃったので、あの夜ね、そう、ショールームができると思うので、いつもよりちょっと長くやりたいと思います。ショールームがあってよかったね。それな、そう、明日のイベントも演技だもんね。延期じゃない。ちょっともうみたいにごじってるぞ。演技はしないよ。そう、明日のね、本当はツーショットイエイってみんなと撮れるはずのツーショット写メ会が、あのね、そう、ありがとう、ありがとうございます。そうで、なくなっちゃってですね、生誕祭やるまで14歳で、それはちょっと難しいかな。そうなんですよ、明日もね、そう、なくなっちゃったんですよね。明日もね、もうずっと前から延期ですね、延期。そう、
延期だからまたあるっちゃあるんだけど、明日ではなくなっちゃったんですよ。もうみんなとこうやってもう撮る準備バッチリで、もういろんなポーズを考えてね、例えばこういうマークとかね、いろいろ考えてたんですけど、まあなくなっちゃったのでね。そうので、ももがいくらやりたいって言ってもやっぱりね、みんなの健康、みんな元気もりもりでね生きていただかないとそうやっぱり第一はみんなの健康が大切なので、今ねなんか中途半端で怖い状況で不安な思いを抱えながら会うよりも、もうみんなでもう笑顔全開、元気もりもり 100% 元気だって思える状況で会った方がね絶対気持ち的にもいいと思うので、ぜひレグ、なんていうんだ、くれぐれも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 だ、花火ありがとうございます。くれぐれも健康には気をつけて、元気もりもりで生きてくださいなんか重い話になっちゃうね、生きてくださいじゃないね、なんか過ごしてくださいもうみんなが元気でいてくれれば嬉しいです。なのでね、ショールームで皆さん毎日ショールームというね素敵なものがありますので、ショールームで自分の元気という証拠をモモにお伝えください。生きてまだよかったです生きてまだよかったです生きてます、それはよかったです、おめでとうございますはい、なのでね、はい、ぜひショールームで元気でショールームでね、ももに僕は毎日元気だよっていうのを毎日毎日伝えていただければ嬉しいですよろしくお願いします。俺生きてるよ、よかったですね、花火ありがとうございます。ね、私が陽性になったけど、あら、この配信で少しだけ元気になりました、本当ありがとう花火ありがとうございます。そう、この状況で言うのもあれなんですけど、明日からねショールームも SKE 関係のそういうイベントがなくなるから、もうショールームをね、ショールームでみんなに楽しんでもらいたいので、明日8月28日は花火大会のこのショールームの背景もあるので、明日は浴衣を着てお家で縁日をしますちょっとねいつもより長い時間ねやろうかなって思ってますはい、明日は浴衣を着て縁日をお家の中でね、近所のねお祭りとかもねなくなっちゃったので、お家でお祭りを自分で作詞じゃない歌になっちゃった、自分で作って飾りとかもして、明日はみんなと一緒に縁日気分に、お祭り気分になりたいと思います。なので明日は夜かな、夜なのでぜひ見てください、よろしくお願いします。花火ありがとうございます。何時から、今日と同じぐらい18時とか18時ぐらいからかな、ぜひ見てください、また時間はご連絡しますね。とにかく陽性になっちゃった、コロナにかかっちゃったね、メンバーには早く元気になってほしいですね寄り道しないで帰ります、それはそうですねそれはそうですね、タモさん持ってきます、ありがとうございます、差し入れですかもしかしてお会いします、ありがとうございます。こちらが準備するものありますか、あーじゃあ屋台の食べ物とか体感は任せてください、そうですねそうですね、それはそうだ、習ってるんだもんね明日昼間ですよ、仕事です、頑張ってお前も9月5日生まれなら、モータンと一緒にしたい、お、じゃあお会いしようね一緒に
ということで、テロップは朝出した通りです。834日ありがとうございます。チョコバナナ作る、え、チョコバナナってさ、あれだよね、普通にバナナを1本丸々、普通にチョコ溶かしてチョコつけるだけだよね。もうチョコバナナ自分で作ったことないんだよね。え、普通にさやればいいだけ、あのチョコ溶かしてつけて、あのなんかちょっと細かいチョコをパラパラパラって、美味しそう。焼きそば持ってくよ、ありがとうありがとう、ももしか見えない、ありがとうございます。ももを見ててください。リンゴ飴、リンゴ飴ね、絶対作るの難しいよね。普通は作ったことないでないでないで。お好み焼き食べたいな花火違う、花火ありがとうございます。タコさんがイカ持ったギフトありがとうございます。はい、ということで本日は公演ができなかったということで、カラオケ機能にある限りの、 あのチームエースの曲を歌おうと、あの重ねた足跡公演の曲をグラジャンプから、ある、僕は知っているはなかったから、ゴナジャンプ、手をつなぎながらもなくて、イノセンスは歌えない強がり時計もあって、頭は2曲歌います。で、オキドキとパレオと武器用対応もありました。これはもう 3曲あります。で、次に放課後レースと SOC も2曲ありました。で、僕は知っているがなかったです。だから中盤はね、ほとんどあるので、そう、公演しまーす、イエーイはい、なんで公演します、開幕。それでは、あ、今から、あ、影やめするね。本格的なマイクがあるのね。The Bluetooth device is ready to pair. Prepare. ピンポンパンポン。本日はチーム S 重ねた足跡公演にご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ち、お客様にいくつかのお願いを申し上げます。開演中、椅子の上に立ったり、ご自分の席を離れたりしますと大変危険です。また、やむを得ない場合を除き、開演中に席を立って移動する行為は、他のお客様のご迷惑にもなるのでおやめください。撮影機器、録音機器の持ち込み、使用は禁止となっております。お待ちの方は、係員にお預けください。館内は禁煙です。それはいらないね。ここはももたんのショールームです。本日公演が中止になってしまったということで、今からももたんのルームで重ねた足跡公演をしようと思います。皆さんエコいらないよね絶対なんか見てる、え、ももね、これ暗記してんの、すごくない？そう、もう噛むといけないから、もうこれもう何十回何百回練習したら覚えちゃったんですよ。演出の都合上、客席内の非常誘導灯を消灯いたします、うん、覚えたんですなので、ぜひ、あ、今日の影穴は、いつもこれ名前忘れてた、今日の影穴は平野モモナでした。まもなく開演です。はい、ありがとうございます、って係の方が言ってくれて、はい、で、はい、まずは、はい、帰って、公演始まる、公演始まるこれも公演始まる前のあのルーティンね。あ、写真撮れなきゃ、はい、パシャパシャパシャ、あ、リップ塗って、リップ塗って、はいはい、自分の顔は、あー、うーん、多分大丈夫、はい、お願いします、マイクお借りします、静かに静かに、そうですよ、めっちゃリアルでしょ、舞台の裏は静かに歩く静かに歩きます。
スン。おばあちゃんってどうやって言うんだっけ。タンタン、おばあちゃん始まります。これ巻くね。タン、おばあちゃんなんだっけ。タン、 Are you ready? Yes. Get E 48. 最初の音楽じゃ分かんないけどさ。 Yes. Get E 48. それそれ、 Are you ready?で本当は始まるけど、今回は自分でセットしなきゃいけないので、しばしお時間いただきます。本当はここで始まるんですけどね。え、おばあちゃんカラオケにある？嘘嘘嘘嘘嘘。え、あるの？あるんですか？おばあちゃん、もう今こんなに頑張ったのに。え、あるの？え、オーバーチュアーで探せばいいの？え、どれがおばあちゃん？どってところに、え、どこにあるんだろう。オーバーチャーで探せばいいかな。え、オーバーチャー、オーバーチャー、これかな。なんだこれは。どこにあるのか。え、AKB のところにある。 O を探しますね。あるんだ、初めて知った。え、これはもう全然カラオケ機能に使ってくださいみたいな。お、お、おばあちゃん、おばあちゃん、え、え、どれ、おばあちゃんですよね。あ、これじゃない？歌い出し歌詞ないもん。え、これじゃない？ごめん、全然違う曲流れたらごめんね。え、違うかな。え、違うかな。オーバーチャーって書いてあるよね。え、ごめんね、ちょっと怖いけど押してみるね。これそう、幕が開きました。はい、今幕が開きました。それでは開演いたします。ただじゃあなたが見えない、目立つように。
サングラスはめてるアバターの方、クマさんの花火ありがとうございます。イヤホン全身だ、ごめんなさい、大変失礼いたしました、今後気をつけます。はい、ありがとうございます。公演中叫ばないでください。すいません、大変失礼いたしました、これから気をつけます。はい、ありがとうございます。とっても嬉しいです、クマさんの花火タワーありがとうございます。それでも割れてんねんということで、次、あ、ぎゅっと手をつなぎながら見とった、ごめん待って絶対サビ歌えないやぐらじゃんごめんごめんごめんのトップ10のおもたの方、またやぐらぐらしましたまたやぐらぐらされました。やぐらタワーありがとうございます。だからごめんなさい、ありがとうございます。とっても嬉しいです、ありがとうございます。それではぎゅっと手をつなぎながらニコッと微笑んでくれた、名前覚えたばかりの同じ制服の友よ、きっと廊下の先に夢が待ってると思う、だから一緒に行こうよ、そっと小さな声ね分け合ったその勇気、へい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 。皆さんさ、振りだけですね。
終わり終わり、歌わないとね無言になっちゃうんですよそれでは次、次でも4曲目ですけどね。パチツパチツツ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 、今日は19時に終わる予定です。マミア、絶対通り過ぎた、いやアップパチ、なんでだからソに行っちゃうの、いやソでいいんか、あったやん、これを打ったら MC ですね。花火ありがとうございます、花火ありがとうございます。これで、あれなんかさおかしいよ、ん、あ、来た、
だからここってどこやん。だからここはここだって。舞台があるとしたらここに移動すんの。マイクの時間です。The Bluetooth device is ready to pair. イエーイ。ゴナジャンプ。手をつなぎながらのサビ。イノセンス（括弧無音）。強がり時計の4曲を続けて聴いていただきましたが、皆さん、モータン公演はどうですか？イエーイ。それでは、この公演ではコナジャンプでセンターをする人がいますが、今日のセンターはモータンしかいなかったのでモータンでした。それではメンバーの自己紹介をします。モータンしかいないのでモータンからいきます。はい、今日も元気でーもーりもり。大から生まれた SK48 チーム S の今日最後の14歳の公演をするはずだったモーダンこと平野モーダです。ペコリ。はい、今日の公演はモーダン一人ということで、いつもの12人分のパワーをモーダン一人で出していけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。それでは続いての曲はこちらです。ドキドキだからちょっとはめあのちょこれこれやってから行く、ね、少々お待ちください。今 MC 中ですよ。はい、今日の天気はいいですね。めっちゃMC すぎる。今日の天気はいいですよね。あの青空が満開に晴れて。ね、とっても暑かったですよね。あ、スポットクーラーの説明。あ、この公演はあのモモタンの部屋で行っております。そしてクーラーをつけて涼しい状態でモモの前髪がチリチリにならないような対策をしながらやっております。そして前髪をチリチリにならない対策として前髪を留めています。なのでご安心ください。それでは続いての曲聴いてください。平野モモナでオキドキ。なつないことでもきっとなんとかなるよ。
って今日2回目のパレオじゃない、もしかして。はい、本日2回目のパレオ。さて、朝よりももたんはパレオエメラルドが上手くなっているでしょうか。それではお聞きください。パレオエメラルド。朝のね、発声の成果が出ているよね。充電いっぱい使うの？充電があと 20% って出たんだけど。超緊急事態、ちょっと待ってて。聞こえるかな、こっから言って。ちょっと待ってて、充電がないです。ピンポンパンポーン、緊急事態発生、緊急事態発生、充電がありません、少々お待ちください。10秒待って。超緊急事態、超緊急事態。あ、聞こえます？すいません、緊急事態の周りに遊んでる。あ、でもここで喋ったら声聞こえないか。今これ声聞こえてる？こんな話してるよ。あ、これで声聞こえる？あーあー、全然聞こえる？あ、聞こえるんだ。じゃあここでも、みんな聞こえてますか？全然聞こえてる？さっき充電してたもんね。違う、こっちよ。これ？これ、これか。こっちのワンちゃんはとりあえず置いておきましょうか。はい。待ってね。待ってよ。これを今声聞こえてる？でもこれを消すとこれが消えちゃうから。今声聞こえてますか？超緊急事態だよこれ。あ、いけた。なんか斜めるけど。これ歌えんやん。これマイクなしで歌えないのかな。じゃちょっと待ってて、ちょっと充電するから。ちょっと待って。じゃ MC、イエーイ。今ね、20%20% って、もう充電したよ。そう、充電をさしたら歌えるのだって。だから急遽 MC だよね、これは。イエーイ。今、声でか。本当の公演だったらみんなは着替え中なはずですが、ももたんのこのオリジナル公演では充電タイムというね、あの時間がございますので、この時間で MC をしていきたいと思います。イエーイ。20% あれば大丈夫じゃん。嘘、あと何曲歌うの？3曲ね。あと10分しかないよね。ちょっとさ、延長するかもしれないね。もうさ、延長するかも、もしかしたら。今さ、ちょっと待って、一瞬止まるかも。ちょっと待って、 OK。19%、
19% でした。 19%。 あと4曲、あと4曲歌うためには何パーセントまで貯めたらいいと思う？ 30% あればいけると思う人。あ、これ MC だ。 30% あるって思う、あれいけるって思う方、わかりますですよね。じゃあパレオはもうこのまま続きはマイクで歌いますね。かこれ音源さ申請してないからさ、アカペラで歌わなきゃいけない。いいですか？カーイルムの島々はまだ誰も知らない進化にあふれる妹のようだと思ってた。心の窓が開いた。ロマンスはいつも突然輝いた愛しさに。そうですよ、公園ではねこういうハプニングもありますからね。気づいた、ハッとするエメラルド目を奪われてゆく。知らなかった美しさ、ハッとするエメラルドイノセンスな時、微笑むだけの少女よ。黒い黒い瞳瞳、何を何を望むの。僕はここをずっと動けないよ。はい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 、1、2、3、4、5、6、はいはい、次に踊る、はい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 、1、2、3、4、はい、歌割りもちゃんと歌います。パレオはエメラルド越しに巻いた夏、海の色を映してる。パレオはエメラルド潮風の中で、なんか切れた。待って、こっちも充電切れじゃん。もうちょっと、ああ、嘘でしょ。こっちも充電切れた。もうもうパニック。あのさ、ハプニング起きんけど、もしかしてこれまで充電切れてもう。Bluetooth device is ready to pair. Oh, 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 oh. 多分切れたね。ももたんの充電は満帆なのに、ももたんに充電が来すぎちゃって、スマホさんとこのマイクさんが充電なくなった。面白い。やば。え、同じタイムすぎ？待って、パレオまたまたアカペラだよね。僕は君に恋をしてしまった。はい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 、バイバイ。 あと5曲歌おうと思ってた。はい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 。もしかしたらもう30分ぐらいさ延長するかもしれないかも。これ今 何パーセントになった？一回止まるかもよ。ちょ、まだ 20%。 今3分ぐらい経って 20% ってことでしょ。だから7時になったらもう一回公演再開するね。そう、7時になったらもう一回公演再開するから、今はちょっとマイクなしの MC マイクなしの MC、 エアマイク MC。 はーい、イエーイ。ということでですね、途中でね、あ
の充電が止まってしまうと、今このマイクもね現在充電がないんですけど、充電がないというね、あのとてつもないびっくりするねハプニングがあったところで、ここでは MC をしたいと思います。コン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 、マリエゴのクボン、ありがとうございます。花火ありがとうございます。あ、水分補給ですね。はい、水分補給。ふわー、モータンマイクあってもなくてもそんなに差がある。本当ですか？本当ですか？本当ですか？ハプニングしか起こらない。ごめん。まあもうがせやとそんなもんよ。タコで水分だってないんだもん。ないからしょうがない。そう、今日ね、あの衣装はね、あの無理なんですけど、そう、でもこ MC の途中でしたね。すみません。はい、イエーイ、初見さん、SK ホテルとチーム S の中央サイド平野モーナです。来てくれてありがとうございます。ここの MC では名付けてそのまんまです、抽選に一人ここで MC のコーナーとしておしまいを聞きたいと思います。イエーイそれ衣装じゃないの？衣装じゃないの？私服です。ハートの、ハートじゃない、いちごちゃんのワンピースです。はい、ということでね、ここで抽選の一人の方にあのお指名を聞いていきたいと思います。聞いていきたいと思います。これ MC のねワンコーナーですからね。はい、公演中でも初見さんへの挨拶は忘れない。そうですよ、こんな MC ない。あるの、桃が作ったはい、それではいきます。レイモンの詩ありがとうございます。59位の方、59位の方、はい、59位の方、モモお名前言えないので、皆さんでこちらがハプニングです。うまいこと言うね。でもやるよみんながお名前言ってくれると嬉しいです。はい、59位の方、ちょっと予定が何ですか？なんかあるんですか？この配信よりも大切な。ほう、ビンゴ、おう、ビンゴ、ビンゴ、ナウ。そう、そう。